ノリノリで走ってたらですね、捕まりました。118ドルの罰金、右に寄らないといけないんですね。警察が止まっていたら横にムーブオーバーということで、知りませんでした。ガッデメン、交通ルールは守りましょう。こちら中になります。ここにもテーブルが付けられるんですね。ここに穴があって、まあ、こういう感じで、あれですね、まあこんなにね、座れてもしょうがないんで、このちょっと椅子なんですけど、これは2個、なんか、まあ、ちょっと生地がおじいちゃんなんで、ちょっとこれは捨てて、やっぱり日本人なんで、僕ここでなんかストレッチとかね、やるの好きなんで、ちょっとここはこれはちょっともったいないけど捨てちゃって、ここ充電コーナー、ここになんかもうちょっと工夫して広くしたいなと企んでますね。あと、これが説明書ですね。でも英語なんで、僕はあんまりっていうかほとんど読めません。で、こっちがキッチンですね。ここ四つ口なんで、結構いろいろ料理できますね。全部ちゃんとつきますし、でオーブン、あ、ここにジュース入れてるの忘れてた。これね、もう美味しいですね。スパークリングウォーター、これをボッカで割って飲んでたりすると美味しいですね、めっちゃ。でこれがですね、ゲージで、右が、一番右がバッテリー、右が2番目がプロパンガスですね。で、水、真ん中は水の量、水ほとんど入ってないですね。まあ、これでもシャワー1回できるかな。あとこの2つは、下水、この水とかシャワーの水が1つと、こっちですね、これはトイレの汚水ですね。これを定期的に排水します。まあでもだいたい1週間ぐらいはトイレで、水の方はシャワーとか僕毎日ちょっとしたりすると、まあ、やっぱ3日ぐらいに1回は捨てないといけないですかね。ね、でもここも快適なシャワーです。なかなかデザインがクラシックですよね。なんかだいぶやっぱり、で壁紙はちょっとあんまり おばあちゃん家来たみたいだったんで、ちょっと変えました。あとこの辺に収納がいっぱいあって、ラーメンとかですね、まあ、この辺の、まあまあいろいろこうコーヒーとか、ここに冷蔵庫、ビールだらけ、肉ですね、卵と、これも IPA ビール、おいしい。でこれちょっと開かないように、これロックがついてますね。走ってる時にやっぱり開かないようにいろんな工夫がされてますね。ここもこう、ただの、こう、引いても開かないですね。上にこう上げて、
大体そうですね、全部。すごいですね、昔の人もやっぱりこういう辺も全部ちょっと上げて引っ張る棚になってます。キャンピングカーに何か乗るのも僕は初めてだったんですけど、いやー、このここにエアコンがついてるんですけど、もう多分壊れてるだろうなと思ってたんですけど、全然ガンガン冷えます。びっくりです。で、冷蔵庫もまあちゃんと使えるし、これもうキンキンですよ。ちょっとこれは結露してますけど、大好きなクッキー、これ子供が描いた絵を買ってます。はい、これの電気は全部バッテリーでつくんですけど、これ電子レンジ、これ今ついてません。テレビもあるんですけど、これコンセント今つないでないですけど、このコンセントに電力が来るのは車を 120V の外のキャンプ場とかでちゃんと接続しないと電力が来ないんですね。なので、なんか普通に車だけ単体で外にあるときは、この辺のコンセントには電力が来てない。で、外にあるコンセントにさっきの、接続すると、もう本当お家みたいに全部電力が通電して使えるようになってます。電力はですね、ここにあるここに2個ありますね。これに走ってると充電されて、もしくは電力接続すると充電されて使えるようになってます。何ボルトとかちょっとボルト、まあ車のバッテリーと同じなんで12ボルトだと思いますけど、これがまあ並列で、まあ、12ボルトかな両方で、ここにも1個、まあ、車用のスターター用のとか、まあ、ヘッドライト用の車用のバッテリーがもう1個ついてる。3個全部でついてますね。あと家とかと接続するのはこっちのここにある電源ですね。これを、まあ、キャンプ場とかだと接続して、この車の中に全部通電させる。ソーラーパネルなんですね。ここに2つあります。これどれぐらい発電してるかっていうのは、なんか電気化じゃないの分かる。これ雨漏りがひどかったんで、またちょっとスプレーで固まるやつでいろいろ止めてますね。古いんでやっぱり結構ね、雨漏り